暁が江戸転生、当時のジャンプ読者の反応集。棺の中から、イタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、ナガト、不完期展開きたー。おい、イタチの目はえぐられてるから、転生されても戦えないだろ。別人の体を生贄に使って憑依させるとでも思えば、一緒代みたいに遺体をばらされてても戦ってる。しかし絶のといいコピー系の術が続くな。江戸転生かいな。江戸転生をその本人の死体にぶち込むわけじゃないよ。カブトウゼイカブトはサスケやるつもりだったんじゃなかった？イタチとかこんな感じで出てきてほしくなかったし。棺の中からイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、ナガト、再生怪人は弱いんだよ。お約束だろ。転生キャラは他の主要キャラのバトルのためだろうな。そらそうだわ。なわら同じことを習得するのでもナルトとサスケはかなりの時間差がありそうだわら。カクズは細胞レベルでボロボロにされたんじゃなかったか？イタチは目がないはず。デイダラも爆発したし。江戸転生って生贄の肉体に魂を呼び寄せて復活させるんじゃなかったか？そうなのか。ジライア呼べばいいのにな。江戸転生は術者を倒しても解けないらしい。何この展開。腐女子が興奮しすぎて死んじゃうよ。イタチって目ん玉あんの？目なかったら使い道ないよな。おい、イタチの目はどうなるんだ？江戸転生はシャリンガンも復元するのか？魂定着させるだけだからいけるんじゃないの。初代2代目も完璧だったし。少なくとも暁のリーダーであるマダラは暁のどのメンツよりも強いってこと。ペインに苦戦してたキュービナルトも完全キュービ化になったらマダラと互角とかじゃないか？ナルトは兄弟子ペインから術か力を受け取って欲しかった。イタチからもらうよりも可能性を感じる設定になったと思う。千鳥と螺旋岩打ち合って拳と拳で全部分かったんだろ。あらサスケもナルトの力が分かったからイタチの目の移植を決めた。ナルトもこのままじゃサスケは倒せないと思ってる。主要へって流れだな。そもそもあの時点でほぼ失明だったじゃん。イタチが自分の目に細工してたりして。それありそうだと俺も思った。でも俺はもっと後にイタチの目を移植してイタチの細工によって復讐から目覚めると思ってた。サスケの精神の中にはイタチがいる。ナルトはそれを感じ取ったんだよ。ナルトにも5代目がいるからね。オロチマルなんてイタチにビビってガクブルしてた雑魚じゃん。そのイタチがいないんだから完全な身体になったオロチマルが最強だろう。サスケに負けたのは弱ってたからだからね。完全な身体のオロチマルには誰も勝てないよ。3代目を倒したのはオロチマルだからね。しかし江戸転生って呼べる対象の制限や条件ってどうなってんだかね。それぞれのおかげが暁とタイマンフラグか。イタチを返せとか言ってたけどサスケどうするんだろうな。わらわらわら。ほんとだわら。帰ってきちゃったじゃん。どうすんのサスケ。わらわらわら。ナガトとイタチが利用されてることをナルトとサスケが知ったらブチ切れそうだな。暁メンバーは能力割れてるけどナガトは厄介だぞ。サスケはわからん。イタチの目も移植したし偽物イタチも平気で利用するかもしれない。つかナガトがフルパワー復活とか誰も倒せないだろ。こうやって増やした敵と順繰りに五大国が当たってく展開なのか。2部前半の再来か。わけわからんぞこれって。生き返ったっつうこと？うん、もしそうなら何か GB 的展開でなえるな。厳密には生き返ってない別人の体を媒介にして憑依してるだが記憶や人格は生前のままっぽいからな。戦闘の時だけあの世から召喚できるポケモンってだけ生き返りとは違う。イタチに目ってあんのかな？普通に考えてないよな。実物としての輪廻眼は必要なんじゃないかね。江戸転生の長戸からは目玉取れないし言うことも聞かないだろうし。オロチマルは札を埋め込んで術者の意のままにしていた。輪廻眼そのものではなく輪廻天生の術が必要なんだと思う。生前の人格だからこそナルト側について死んだナガトがマダラの言いなりになって輪廻転生を使わんだろってこと。だから術者の言うことを聞くようにはできるんだって。この場合はカブトだが。カブトの命令は聞くだろうがカブトがすんなりマダラの言う通りにすると限らん。ナガトの時もそうだが直接行使できない力にマダラは頼りすぎじゃないか。知らんがな。お前が生前の人格がどうのとか言うからそれについて答えただけだ。マダラ本人は力を失ってると言ってるし利用できるものは何でも利用するんじゃね。旧暁メンバーは前戦った相手とは違う相手と戦ってほしいかも。暁復活すんの？わらマジかよ。いいね。リスクヘッジに長けたこの漫画らしい展開だ。暁は基本的に死んだからって実力的に劣ってるわけじゃないしサソリとかだって別に弱いわけではない。亡骸が手元になくても転生できてるとこが兜の江戸転生がオロチマルより優れてる点の一つなのか。普通に殺した忍びの死体使ったんじゃねえの？もしかして兜の江戸転生で出した長戸に輪廻天生使ってもらえばマダラ復活できるのか。随分とご都合主義的になってきたな。江戸転生ずるいな。誰でも彼でも復活させちゃえば勝ち目なしじゃん。だよな。わら別に暁にこだわらず強い忍をバンバン蘇らせば兜の圧勝じゃん。わらえ、また暁結成なの？もう準備バッチリって感じになってきたね。二代目ホカゲスペック、強力なスイトン、雷神の剣、アニメオリジナル、江戸転生、あとイケメン。サスケはイタチとどんな顔して会うんですか？わら。江戸転生は倫理面の禁術だから二代目も相当エグい戦い方してたんだな。オロチマルはもしかしたら二代目もいじったかな。暁メンバー、マダラ、カブト、ゼツ、キサメ、サスケ。てか、暁転生すんならナガトとか、ペインを転生すればいいのにね。転生されたものは、術使った人の言うこと聞くって設定だったよね。ナガトしとるやん。
ゾンビ軍団わらきさめ、おやおや、懐かしいメンツがお揃いで笑お久しぶりですね、イタチさん。つかなんで暁？もっと強い忍を転生しろよ。転生させるには条件があるんだろ。死んだ人間の DA とか遺品が呼び出すより城になるとか。何が必要かはわからないが、オロチマルが用意してたかもな。そういうこと普通にやってそうだ。イタチの目ってどうなってんのかね、体の状態とかさ。ここのところ、毎週だんだんテンションが下がっていってる俺がいるわら。斜め下の展開ばっかりなんだが期待が大きすぎるんだろうか。展開的に全く進んでないからな。姉妹に死んだキャラの復活取った、これはひどい。俺ワンジャ同様、今の展開は神。さすがにゾンビは全盛期の強さはないだろ。あったら誰も勝てねえし、長戸イタチだけで詰むだろ。とは思うけど弱い長戸やイタチ見るのもイラつくな。カカシやって、つまり全盛期より弱いゾンビともうカカシがこふるのか。二代目がエド転生って意外だな。ネクロマンサーだったのか。長戸とかイタチって目玉はどうなってんだ。そこいらの死体を使っても、魂が本人だから目玉もリンネガンと万華鏡なのか。オロチマルが口寄せした柱間は木トン使ってたから、リンネガンとシャリンガンも使えると思う。死んで蘇った黄金セイントみたいな扱いか。暁連中はあんな壮絶な自己犠牲を岸本が書いたら真面目直すわ。オロチマルがエド転生を使った時に利用した体は中忍試験の時の落とし信だったと思ったけど、初代火影の木遁も使えてたから、雑魚の体でも口寄せした魂が使える決定限界技が使えるってことになるのか。魂を呼ぶだけだから、まあそういうことだろう。しかし無敵すぎるな。笑いたち長戸までいるとかわら。カブトがイタチ呼んでサスケに恨み言言わせながら襲わせたら、サスケ兄さんごめんって素直に殺されそう。エド転生って反則技だろ。わら長戸のペインより反則だわ。まあ暁とかもうお腹いっぱいなんですけど、新しいキャラ作るの面倒くさがってるのか。もう終盤っぽいし、これから新キャラ出されるのもそれはそれで今更感があるだろ。本当に生き返ったらイタチの価値下がる気がする。転生暁にばかり注目いってるけど、キュービの封印の鍵はカエル仙人からもらったのかな。カエル仙人ってキュービやヤツオと何か関係あったっけ。やっぱイタチは目がないのか意味ねえな。カブチマルはペインやイタチを一周できるナルト界最強キャラ。前髪真ん中分けでゴルゴ線があればイタチはケメゴル線なければオロチマルかな。でもオロチマルは厳密に言えば死んでない扱いかもしれないが。エド転生でヤシコを復活させて長戸に合わせてやりたかった。ヤシコはエド転生できなかったのか。カブト的に復活させる意味がないと無理なんじゃないのか。チャクラを貯めるため食いまくってる綱で、そこにカカシが現れ、危うくホカゲにされちゃう。会議をし戦争の準備をするんだと綱で、このほのぼのした雰囲気とショッキングなエド転生のギャップがいいな。イタチかオロチマルかの差ってかなりでかくね。どっちだ。イタチと長戸は復活早すぎだろ。カブトイタチは俺の子分だ。イタチご主人様。暁の微妙メンバーより地雷とかオロチを混ぜた方がハッタリ効くよな。暁メンバーに混じって早手も復活、三日月の前で忍連合を翻弄する。あの美人暁姉ちゃんの活躍ですね。イタチと長戸は相当うまく動かさないとフルボッコだな。なぜカブトは暁と手を組むのか。愛しのオロチマル様の意に反しちゃうけどいいのか。イタチも長戸も連合軍にフルボッコにされるよ。土影あたりに暁雑魚化しちゃうんじゃないか。この展開だとイタチを復活させたりしたら、カブトがサスケに殺されるんじゃね。普通に岸本さん、やってはいけないことをやったんじゃないのか。今回ばかりはこの展開は濃すぎるぞ。そう、俺は楽しみだけど何がひどいのかわからん。散々現実でチート能力発揮してる漫画だし。チートだらけじゃねえか。江戸転生のサソリって身体と術はどうなるんだ。サソリは一区物に改造する前の身体かね。使ってた区物もほとんど壊れてるし、どうするんだろ。自分より弱いやつしか江戸転生できないみたいな制限あればいいのに。初代やってる時点でそれはもう無理だろ。しかし格図とか心臓どうすんのかね。ふふ、私の江戸転生は108体まであるわよ。これから戦争って重いテーマに向かおうとしてるのに、こんなポンポン生き返らせる展開誰も止めなかったのかよ。わら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 。そもそも江戸転生は生き返らせる術じゃないからね。似たようなもんだろ、人格まで蘇ってんだから。いや、生き返らせるようなもんで、所殺を入れなければ人格はそのまんまだし。ナルトは修行でもさせとかないと、再生軍団一人で全部倒す展開になりかねんわら。江戸転生で千代葉生き返らせたら一人生き返り、また江戸転生して一人生き返り、血はもう意味ないな。ナイスだな。お前ら他に江戸転生で生き返らせてほしいキャラいる？俺はタユヤが見たい。サクモだな。止水ちょっと見てみたい。三代目風影とかどうだ。陸道仙人。断像も使えそう。君マロー。江戸イタチがオロチマルを復活させれば OK だな。オロチマルとカブトがマダラを出し抜き展開はワクテカできる。オロチマルがメガネ君に嫉妬しそうだ。なあ、江戸転生でガマのオフさんが出ないのは不自然じゃないか。カブチマルのマダラへのアピールだけのために転生させられたんだろうか。その面々はだとするとひでえ話だな。暁とかタカが中忍のお子様たちに倒された程度の奴らとかいらねえ。あの生ぬるい木の葉にやられたってだけでかなり株下がったぞ。今更出てこられても恥ずかしすぎ。わらわら。サソリでいだらいたち長戸あたりは自滅した。もいいところだから純粋に倒されたとは言えないんじゃないのか。
サスケが江戸天のイタチ見たら発狂間違いないなわら。天聖イタチは満月使えるのだろうか？もし使えなかったら地味すぎるなわら。江戸天聖の初代が木遁忍術を使えたことから結界限界の術も使えるんだろうとするとイタチも万華鏡シャリンガン使えるはず。サンクスどっちにしろイタチが操られるのは見たくないな。サスケ発狂確実だし。今のこの展開楽しめないならこの先お前らの望むような展開はないべわら。地雷青江戸天聖に登場させないとか変すぎるでしょ。再登場するの？してよ。江戸天聖は兜の異様の知識を駆使してるんだろうけど一体何が違うんだろう？再生した暁が本物と同じ力出せるならマダラも倒せそうな気がするんだが。被弾はまだ生首のまま生きてるから江戸転生できねえの。河原年老いた三代目で二人をなんとか相手できたくらいだから生前の百ではないんだろうけど、イタチゾンビ見たサスケはどう思うのやらわら。札で理性を殺してるから劣化してるとしたらそういう部分じゃないかな。術とかはオリジナルの威力だと思う。小屋切り札としてオロチマルとジライアの転生もありそうだ。豪快な再利用っぷりだな。ナルトもリサイクルをしてるなんて。岸本エコに目覚めたか。兜なら綱での嫌がらせで元恋人を転生させたりやりたい放題だね。江戸サソリ対勘九郎、江戸デイダラ対黒土赤土、江戸イタチ対カカシ、江戸カクズ対桜、江戸長門対ナルトとコナン、江戸ジライア対ナルト、兜対桜、ってとこかな。誰も江戸組に勝てないわらわらわら。エコ転生。死んだ暁を江戸転生するなんて兜もやるな。オロチマルはアジトでナルトたちが暁を倒してくれること願ってたけどこれを狙ってたって話が後で出てくるかもな。なるほど。オロチマルは裏切り者だし単に自分ところに絡んできたら厄介だからじゃねえの？そっちで勝手に潰し合いみたいなもんだろう。トビをマダラって呼んでるってことはオロチマルは暁抜けた時はすでにトビの正体を知ってたってことかね。イタチの目玉移植したばっかりなのにどうなるのか。サソリの本体も勘九郎の人形になってたし。江戸暁戦に動機の出るまくってあるのかな。鹿丸とかは戦力になりそうだけど他はいまいち頼りない気がしてならない。じゃあ成長させればいいだけ。笑いままで書かなかっただけでおくわら。サスケ、八尾戦まではむしろ無理してまで仲間を救ってたんだが何の変化があったんだろう。暁が今まで吸収した美獣でも流し込まれた。鷹のメンバーが無理してサスケを救っていた。サスケの中でなんか暗くて冷たくて恐ろしいチャクラが育ってるその影響なんだろうな。正体は謎だけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。